られるか。ここから撤退した後は仕事を吹っ飛ばすつもりじゃないだろうな。誰かいるのか？注意に異常なし。あのクズどもは町の人を好きにさらっていいと思ってる。吸血鬼と何も変わらないわ。午前11時、リハビリセンター。吸血鬼と奴らの不気味な信者以外は特に何もなし。ミス・ウィスパーはここにいると思われる。午後1時、あのクズどもが不死の力をくれとねだる声を聞いていると気がめいってくる。午後2時、ミス・ウィスパーことアリス・ヤングがここで霧に身を包んでいる。まさかあの信者どもを全員吸血鬼にするつもりか。午後6時、グロリアと呼ばれる吸血鬼がヤング博士に認められなかった人間を殺している。この4時間ですでに7人が死亡。午後7時、誰もセンターから出ていない。そもそもそれが許されているのか。ベルウェザーが作ったミス・ウィスパーの資料ね。次はもう一人の悪魔の情報も探さないと。
視界良好で接近は困難、戦術的に有利な場所なのは間違いないわね。行け、ベリバー、急いで。思ってたより高かったわね。
さあ出番よブリボン。キモい化け物。寝てなさい。キモい化け物。今すぐ武器を捨てて出てこい。さあ、熱くなるよ。ちょっと見せてね。誰かいるのか？自分らの返事をしてくれ。
あの紫外線を止めてみたら一体どんなことになるのかしら。ブリボンの調子は？
敵の援軍だ。ルルボン、ご苦労様。話はこれからだ。どうなるか分かってたなら逃げていたな。うわ、このイーバムの研究者、情報を吐くまでベルウェザーに拷問されたのね。優しく聞くのはこれが最後だ。
イーバムの創設者でブラッディトムとなったのは誰？ギルデアか？お願い、彼に一体何をされるか。お前を子供用プールで感電させてやろうか。見つかった瞬間に八つ先にされる。彼は神なの。ああ、それは怖い。いいか、時間はいくらでもあるし、お前が嫌いそうなおもちゃは用意してある。ビンキーには来てもらいたくないだろう。あいつはこういうのが大好きだからな。そう、ブラッディトムはトーマス・キルデアよ。私は…おやおや、丸焦げにするまでもなかった。今はまだな。よし、これがブラッディ・トムの情報ね。目的は果たしたわね。戻りましょう。トランスと呼んだ。私たちはそんな風に呼んでいなかったけど、あれはトランスじゃない、絆だ。太陽を隠したって無駄よ。私たちには勝てないから。
て。セーフハウスちょっと見せてね。